アーノルド・バックスサー、アーノルド・エドワード・トレバー・バックスは、イギリスの作曲家。若い頃から、音楽の際に恵まれ、どんな還元楽作品でも一度聴いただけで、ピアノに編曲できたという。やがて、王立音楽アカデミー、王立音楽大学に進み、スタンフォードやパリーラに学ぶ。この頃に、イエーツのアイルランド・民話州、ケルトの革命に接し、自身のルーツが、 アイルランド系であることも、相まって、ロマン主義、印象主義の中に、ケルトの要素を取り入れた、独自の作風を確立する。ケルト文化以上に、バックスの作品に強く影響を及ぼしているのは、ピアニストのハリエット公演への補助である。バックスはすでに祭祀のある身でありながら、公演と恋に落ち、その当時に作曲した作品中には、恋愛感情を反映したロマンティックな雰囲気が見て、 取れるその後、第二次世界大戦前夜の暗い世相の中で、バックスの創作意欲は薄らぎ、開戦以降に作曲された作品はごくわずかである。没後長らく、中は忘れられた存在であったが、シャンドスレイベルから CD 発売された作品集で、近年その名を知られるようになった。同じくイギリスの作曲家、グスターブ・ホルストに、先制術の手ほどきをした、 劇作家、クリフォードバックスは弟であり、アーノルド自身も、ホルストとは親しい間柄であったという。全曲が山岳章構成で書かれている。ABCDEFG 松本大輔、このナクソスを聞け。請求者、2007年、63から 65P。ありがとうございます。